目線に対して何が飛んでくる。飛んだりました。ありがとうございます。今日から俺は YouTuber 松原です。今日は、早いジャブの打ち方をやっていきます。じゃあジャブ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 打つときに大事なのは、この間の右ステルトと一緒で打ったとき戻す、この動き、この動き、戻す、この動き、この腰を少しだけ動かす、この動きが、ジャブに大事なポイントです。と構えて、で腰を構えて手で打つんではなくて腰で打つんです。腰で打つんです。で、当然打った後腰で戻していく。腰で戻していく。手は近いです。腰下に。バー、フェイ。バー、もっと上。バー、フェイ。バー。じゃあ、もう一つ。ちょっと速いパンチ打つのも大事なんですけど、やっぱ当てないと意味がないので、ジャブの当て方、一番簡単な当て方。ジャブ打つときに、皆さんは、多分、顎、鼻、この辺を狙うと思うんですけど、相手の目線に対してグローブを持ってくる。目線相手からすると目線に対してジャブが飛んでくる、飛んでくる。問題ありました。やっていただくとパーティングもしにくいですし、避けにくいジャブが打てると思います。以上、橋本でした。ありがとうございました。ありがとうございました。